ここでね、腕怖い。あ、やばい。考えようによってはこっちの方がえぐいかもしれない。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。朝山一大会チャンネルです。先生、はい、今日はですねリクエストがありまして、そのリクエストにちょっと答えていただきたいというか、はい、まあ、僕なんですよ。そうなんですよ。あ、そう、はい、やっぱり剣術って居合の美しさとか、あとは型の、まあ、術理いろいろあると思うんですけども、はい、ちょっと説明されたら恐ろしいなこの技みたいな、ほう、ちょっとえぐいというか口悪く言うと、はい、そういう技をちょっと見てみたいなという。なるほど、はい、古流の型っていうのはこう、まあ、武術本来っていうかね、はい、そういうえげつなさというか、そういうものを外向きにしないように上手にできてるんですね。隠してる、いわゆる仮面ですね。よそ行きの仮面っていうのが皆さんが普段見てるものなんですよね、うん、それをちょっとチラ見するというか、チラ見する過去を今回じゃ吐いてみるというと、はい、口元ぐらい見せていただきます。あ、でもそれはちょっと知りたいところでもありますね。うん、かもしれないですね、うん、姿というか勉強になりますね。それはそう、確かそこね知るとまた違いますからね。じゃあ、うん、今日はそこにスポット当てて、はい、行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。先生、今のはちょっとなんか腕に痛みが、はい、ちょっと残って、はい、分かるんです。今のはね、あの演武としてね、流れを切らないように、はい、こうなるべくさらっとやってる。で、この技は、うん、あのもう一つ、もう一本あるよね。そっちのえげつない方を選んだ。えげつないポイントはどこら辺になりますかね。はいはい、相手が正面打ってくるでしょ。はい、正面。その時に刀こうするんですね。あ、こういう風にする。担ぐ。担ぐ。ちょっと担ぐ。それで、左手で逆手でこういうふうにね止めるんですね。で、すれ違うように相手の脇をくぐるようにこう入っていくんですよ。でね、ここでね腕こう入る。あ、やばい。これか。これ。で、これ普通にこれなけりゃこう、こういうふうに柔術技法なんですね。何がえぐいかって言ったらこれが挟まってるのね、うん、だから腕折れるわ切れるわなんですよ。で、両方手と刀を下げるの、こう、そう、これが効く。思いっきりですもんね、はい、本来はね。それで これで終わりです本来ね、はい、で、ここから投げる練習、これを抜いて肩に引っかかってるのをずらすわけ、こうやってわざとね。で、ここからこうで、こういうふうに投げにつないで、で、こうなる。はい、ターさんのは次の一手を向かうためにこう伸ばしてるんですか。これあの、一伝流の教え、受け身は起き上がっちゃいけない。起き上がるとスーッと寄っててパッと切られちゃう。警戒して後ろから、うん、だから起きずにいる方向に構えなさいっていう、これうちの流儀の形です。結構難しいですよこれ。このマットチャートそうすぐ起き上がろうじゃなくて牽制してから牽制してから、それもやっぱりちょっと実践の色というか。そうだから、もう一回ちょっと趣旨とずれちゃうけど、はい、もう一回寝て構えてくれる、はい、こうなるね。こっちにいる人に構えてる。で、こっちにいればこういうふうに構える。先だけはちゃんと。そうそうそう。で、こっちにいる人が寄ってきたら蹴っ飛ばす。はい。そう、うん、かけっこと。そう。あ、いろいろできるんですね。そう、そういう風になってます。いやでも腕折りながら切るってちょっと。腕ずっともう引きかかってるんですよ。逆関節ずっと少しかかってるんで。そう。ずっと効きっぱなし。ここが点ですから。いやーやばい。そっか。刃先がね。この瞬間が効きますね。メリメリ。体が。テコを使うわけですよ。テコ。そう。これはすごいな。地味だけどやっぱりちょっとえぐいっすよね。これが本当は刀だと思うと。本物だと思うと。これの力点を先代が絵で描いたものなんですけど、はい、丸でこうなってこうなって丸ってなって棒が入ってて、ペキってなってる絵がね、ちょっとグロい。ペキ線描きなんだけど、ちょっとグロい。わかります。ペキがわかります。さっき言ってた、もう一個あって、どのぐらいえぐさは。さっきのより受ける方は楽です。さっきこうしたでしょ、はい、今度はここで切る、はい、固定ね。あ、でこのまま脇くぐってぐっての一緒、はい、その時に脇の下切る。ああ、ここで、でここ担いで、あ、やっぱりこう。そうで、こっからああ太いキッカーを決められてるから、こう考えようによってはこっちの方がえぐいかもしれない。あ、そうですね、うん、切るっていう意味では。そうそう、ただ受けの人はまだ楽、これ、はい、腕折られて首切られる。そうすごく合理的ですよね。流れはここ切ったとこから脇すれ違うだけで切れてくる。あ、その勢いのままで、このままここ入っちゃうんですよ、うん、
いろいろなことしなくてもおまけに死んでもらうおまけなんですけど、ここやられたらもういいよね。そうですね、ここやられてましたね最初。そう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 、ね、ここでもうかなりダメージが、いや想像するとやばいですねこれ、うん、型上ではねなかなかそのエグさ伝わってこないけど、こう説明されると、はい、やばいな。ありがとうございます。ありがとうございます先生、はい、本日もありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、すいません、こんなリクエストをして。ああ、いえいえ、はい、受けていただいて。僕なんか普通にやってきちゃったんで、はい、あえてリクエストされないとどれがどうって、うん、何とも思ってないんで。本来はやっぱこういうの見せない方がいいんですかね。別に古武道の動きって何やってるか分かんないんですよ。説明されないと。ここで型を割ってても実は続きがあるっていうパターン多いですもんね。相打ちとか勝負がなかった形で型を収めちゃう流派もあるんでね。あれもね、隠してるっていう意味もあれば、奉納の場で殺伐としないという意味もあるし、今後あれですね、この演武見る方は、うん、そういうのも想像しながら見るのがまた面白いですね。ああ、そういうことですよ。なんかあるんだろうな、あるんだろう。で、知りたけはその流派に入門して、うん、教えてもらえるまで長年か。そうか、すぐ教えてもらえるとは限らないから。すぐ教えてくれるとは限らない。そりゃそうだ、確かにそうだ。そりゃそう、うち、私が大盤振る舞いしすぎて動画にまでね、こうさせていただいてありがとうございます。これはぜひ高評価を押していただきたい。これはなかなか見れないですよ。普段の稽古もここまではなかなかないんでね、今回の、うん、そうね、動画は貴重なもんだと思います。文科生も一生懸命動画見ちゃうっていう、ね、そうですね、もうこの場で私は学んでますからね、今。、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、今回もご覧いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクスの方もよろしくお願いいたします。